はい、エルカチャンネルのショーです。さあ今回はですね、時期的にいいものを取りに来ました。今天草に来てるんですけど、今この状態じゃどこかわからないと思いますので、まあ行ってからの楽しみにしていてください。はい、ということで見てください。綺麗でしょう。今大江天主堂かなにやってきてます。ちょうど時期バッチリでしょ。メリークリスマスに。綺麗ですね。でここと別でもう一箇所行きますんで、そちらの方も楽しみにしておいてください。メリークリスマスって書いてある。綺麗っすね。ほら見てください。道までずらっと。わあ、なんか下すごいじゃん。こっちが遊歩道じゃないの？うわ、すごいですね。このなんか道。さっきまでで電気ついてなかったからなんだろう。どうなんだろうなって思ってたんですけど、やっぱつくと違いますね。ああ、いいですね。こういうとこから上見ると、ほらすごい。いやー、寒いの我慢してやってきた甲斐がありましたよ今日は。お、あ、ハートミッケ。これは何かいいことがあるかもしれないですね。これはぜひぜひカップルとかで来るといいんじゃないんですかね。ここでなんか使ったりとかしちゃったりして、お、マリア様に行って。あ、超光ってんじゃん。こんばんは。やべ、暗くて見えんけど、ほらさっき通ってきた通路もですよ。ほらこんな感じで、あれ、あべ、イルミネーションがして綺麗ですね。わあ、降りてきましたよ。すっげえ。こっちですごいなあ。天主堂が若干見えるかな。ほら後ろ後ろ。すごいっすよねこっちは。すごい。で車止めた時に最初に気になってたのはここ。ちょっと見えづらいけどサンタハウス、ここ気になってたんですよね。あ、メリークリスマス。こっちの方からがもうちょっと見えますね。さあということで天主堂はこんな感じです。はい、先津天主堂だっけ、こっちはにやってきたんですけど、ちょっと暗くなって道が全然分かりません。はい、下調べ不足でしたね。ということでちょっと対岸の方のでからちょっと撮らせてもらってて、多分これが僕たちの精一杯の距離です。なんだかんだ言って結局回ってきて道探して歩いて近くまでっていうか目の前までやってきました。綺麗ですね。